こんな状態で勉強なんて手につくはずがなかったからだ。いやードキドキする。うわうわうわドキ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 。やばいやばいやばい。ゴールデンウィーク直前、俺は意を決して九条沙織に DM を送った。あ、DM? 最近、え、DM 送ったの？え、最近の子だね。え、俺だったら直接、直接伝えるけどね。ちょ、舌が回らん。直接伝えるけどね。九条さんつって、好きですつって。放課後の教室で会ってくださいと書いて。そうなんだね。あ、好きですとは伝えないんだ、DM で。あ、しっかり男だね。男。告白当日、放課後を迎えるまで何度か九条沙織に視線を送った。だが、一度も目が合うことはなかった。多分、俺は振られるだろう。でももしかして、なんて、心のどっかで思っている自分もいる。そうだよね。で、そんなゼロじゃないんだからね。誰しも、ね、振られる確率っていうのはね、まあね、高いだろうけど、まあね、告白成功する確率もあるわけだから、みんな平等にあるわけだから、いや、告白はした方がいいよ。そして、とうとう、運命の放課後がやってきた。うわ、ドキドキする。俺も緊張するわ。なんか、すごい緊張するんだけど。あー、ドキドキする。大丈夫かな？成功するかな？成功しますように。ごめんな。時間作ってもらって。いや、大丈夫。で、何の用かな？そう聞かれて、すぐ次の言葉が出なかった。頑張って。いいよ。落ち着いて、深呼吸して。九条はきっと、俺が何を言うか想像はついていると思う。だがその言葉を期待しているようには見えない。適当なことでも言って、逃げ出したい気持ちに駆られる。わかるよ。俺告白したことはあんまないけどわかるよ。わかるその気持ち。わかるすごく。次の言葉が出ない。空白の時間。校庭から部活の掛け声が密かに聞こえる。なんとなく想像はついてるとは思うんだけど。俺、九条のこと。やっとのことで絞り出した言葉に、一番大好きな好きという言葉をかけていた。もし、お付き合いの話ってことなら。あ、ごめん。ま、待って。もう、ちょっと待って。ごめん。マジでごめん。読み間違えました。九条さんでした。私、今付き合っている人がいて、ごめんなさい。マジか、付き合ってる人いるの？あー、そうなんだ。まあ、モテそうだもんね。美女いいもんね、美女が。うわー、そっか。いや、辛いね。キムタク辛いよね。わかる。九条沙織には彼氏がいた。振られることはかなりの確率で覚悟はしていた。だが、彼氏がいたのは想定外だった。俺が知っている限りでは、高2の終わりまではフリーだったはずなのに。ええー、そうなの？じゃあ、高3の時にできたのか。うわ。春休み中に何かあったんだろうか。あ、春休み中か。うわ、やられた。先越された。やばい、やられた。いやね、やっぱ告白っていうのはね、早くした方がいいんだよ。ね、そうだよ。取られる前に取っちゃえばいいんだよ。そっか。ごめんな。放課後まで残ってもらって。いや、全然。じゃあ、私、帰るから。うわぁ。気まずいよ。九条はそう言うと、カバンを肩にかけ、教室へ出て行った。人生初めての告白は、見事に砕け散った。うわぁ。まあね、それで学んでね、まあ、告白は早くした方がいいんだってことをね、まあ学んで、次の会いに行きましょう。どうした、たくみ？元気ないじゃん。告白した翌日の休憩時間、純太が声をかけてきた。友人が多い純太は、他所のクラスで休み時間を過ごすことも多く、久しぶりに声をかけられた気がする。いや、まあ、その、なんていうか、沙織ちゃんに振られた。言ったね。なんだ言ったよ。もしかして、誰かに振られたりしたんか？俺は下を向いたまま答えられないでいると、純太は俺の肩に手を回して小声で言った。すまん、マジだったのか。本当だったなら、悪かった。ちょっと待って、下が回らん。純太はこういう優しい一面も持っている。いいね。俺が髪を染めた理由の一つは、純太への憧れもあったからだ。誰にも言わないってなら、聞いてほしい。オッケー。わかった。放課後にでも聞かせてくれよ。いい友達。純太はそう言って、優しく俺の肩を二度叩いた。俺は二日連続で放課後の教室で告白することになった。
放課後、スマホをいじって持っている、待っていると、純太がやってきた。昼間は悪かったな。うわぁ、いい友達、純太くん、あんたいい子ね。振られたって、告白でもしたのか。ああ、昨日。今と同じ時間、同じ場所で。そっか。でも勇気あるじゃん。直接告白するなんて。いや、迷ったよ。DM で告白しようとも思った。でも、なんとなく、うん、男だね、男だ、お前は。キムタク、お前は男だ。素晴らしい。初めての告白は直接言いたかったってのがあってさ。そっか、頑張ったんだな。偉いと思うよ、俺は。いや、純太くん、あんたいい子だよ、本当に。そうやってね、友達のことをね、それ慰めながらも褒める。あんた、パーフェクトだよ。純太は足元に視線を落とし、そっか、と繰り返していた。ね、自分のことのようにね、悔しがってくれるというか、ね、そうやって思ってくれる君はマジでいい子。まあ、ついでだから言っちゃうけど、九条に告白したんだ。うん。そう言うと純太は驚いた表情で顔を上げた。もしかして、何か知ってる？九条、誰かと付き合ってるらしいんだ。純太は目をそらした。純太は何かを知っている。きっとそうだ。いや、知っているどころか。もしかして、もしかして誰にも言わないって約束できるか？もちろん。俺だって、九条に振られたことは誰にも知られたくないから。あ、そうなんだ。そうなの。違う。これ、あれ、純太が言ったんかと思った。ごめん。匠が言ってんだ。確かにそうだな。わかった。俺も話すよ。純太は空いている席に腰を下ろすと、一息ついてから話し始めた。なんだ？高校3年生6月。うん、6月か。いや、6月か。梅雨でもないか。そっか。純太と九条、そして俺の3人で下校している。そう。最近はこのメンバーで帰宅することが多くなった。あ、よかったね。よかったね、九条ちゃんとね、気まずくならないで。よかった。そろそろ、そのジャージ熱くなってきたんじゃない？ああ、そろそろ限界かな。でもさ、案外このジャージ好きだったりするんだよね、俺。匠はどう？ああ、俺も。転校前の学校はダサダサジャージだったからね。おしゃれでびっくりしたよ、ここの制服。女子の制服も可愛いし。何？九条の方を見ながら言ってんだよ。そういうのは他所でやれ。他で。純太はそう言うと、シッシッという仕草で手を二度振った。可愛いな。それはそうとさ、数学つまずいてるところがあるんだよね。マック寄って、ちょっと教えてくんない？ドリンクぐらいおごるからさ、いい子だね。ちょっと待っていいよ。笑い方気持ち悪い。ははは。しんのくんってそういうところ、律儀だよね。奢ってくれなくていいよ。行こう、マック。そうだな。数学だけは九条より俺の方が得意だからな。あ、そうなんだ。まあ、俺はちゃんと奢ってもらうけど。そう言うと、純太と九条は笑った。あ、いい、三人組。そんな和やかなムードでマックに向かう途中、すれ違う男子生徒に純太が声をかけた。おう、学校戻るのか？え？声をかけられた男子。確か、九条に告白した男子生徒だ。え？どうやら教室に忘れ物したらしい。純太はそれを伝えると気まずそうに去っていった。あ、ちょっと待って。ごめん。なんか話が飲み込めない。どういうこと？気まずいだろうな。振られた女子とすれ違うのは。俺が言うと、純太は、え？と声を上げた。なんだよ。あいつが九条に振られたってこと知ってたのか？ごめんなさい。それ言っちゃったの私なの。あ、そうなんだ。放課後、校門で匠と待ち合わせしてたから、待たせた理由も言わなきゃって。いや、そりゃ付き合ってたらそんな話も出て当然だよな。実は黙っていたけど、俺もあいつが九条に振られたことは知ってんだ。あ、そうなんだ。今度は俺と九条が大声で、え？と返す場になった。いいね。面白い。えっつって。盛り上がるね。確か。一年生の時に同じクラスだったんだよね。吉野くんと。結構仲良かったんだ。まあ、仲いいって言ってもそこそこだけどね。その日はあいつ、元気なさそうだったから、声をかけたんだよ。そしたら昨日振られたんだ、みたいな話になって。しんのくんって結構お人よしなところもあるんだね。あるもんね。って、言っちゃったの？
私たちが付き合ってること。え、そうなの？すまん。お互いに絶対他のやつには話さないって約束してな。匠には九条と付き合い出したこと黙ってくれって言われてたのに。本当悪かった。いやいや謝るなよ。確かに最初は付き合ってるの内緒にしたかったけど、九条が告白されたあの日以来、付き合っているって知られた方が楽なんじゃないってことでこそこそ一緒に帰宅するのやめたんだから。なるほど。そうそう、その頃からだよね。しんのくんも一緒に帰るようになったのが。なんだよ、真剣に謝って損したじゃんか。ちょっと滑舌がもうベロが回らないよ。ドリンクおごるのやめやめ。純太のセリフに俺たちは笑った。いい3人組。マックを出てからのキロは九条いや沙織と二人になった。電車の通学の純太とはさっき駅で別れたところ。こっから先はいつも二人きりだ。わお。さっきすれ違ったもう一人の匠、吉野だっけ。あれ、さっきすれ違ったもう一人の匠、え、た、うん、た、匠が、匠、うん、そう、吉野匠くん、ああ、吉野匠くんって言うんだ。俺たち3人とすれ違うのは気まずかっただろうな。え？ああ。え？ちょっと待って。どういうこと？どういうこと？ちょっと待って。ああ、匠くん、え？な、うん、お？お？え？あ、え？あ、あ、匠くんってそっち？そっちってこと？あ、ど、うん？そう言うと、沙織は、そうだね、と手を繋いでた手をキュッと力を入れていた。もちろん手を繋ぐのは二人きりの時だけだ。ええー、ちょっと待って。え、どういうこと？ちょっと待って。関係ないとは思うけどさ、振られた相手の彼氏が同じ名前って、なんかやだろうな。あんたたち付き合ってんの？たくみってそっち？なんとなくだけど俺だったら嫌だなって感じまで一緒だもんね。でももうやめよ、吉野くんの話は。沙織は俺を見上げていった。そうだな、にしても春休み中に沙織に告白しといてよかったよ。もしかしたら俺が振られた側のたくみになっていたかもしれないし。え？何言ってるの？私も匠のことが好きだったんだから、告白の順番とか関係ないし。っていうか、いた。下噛んだ、いた。この話終わりって言ったじゃん。そう言って沙織は俺を突き飛ばしてきた。うわうわうわ、何もう、もうただの、何リア充どもじゃん。ただのリア充どもじゃん。学校ではあまり見せない俺の大好きな、満面の笑みを浮かべながら。え？わぁ。お、たくみ、お前ちょっと待って、いろいろ驚きが、ちょっと待って、ちょっと待って、めまいがしてきた。ちょっと待って、あ、これがたくみくんね、これがたくみくんで、こっちが、キムタクね。うわ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 、お前イケメンだな、お前イケメンだな。恋愛もいいけど勉強もね。あお前イケメンだな、お前背高っ。うわ、ま、あ、そっちの匠？あ、そっちの匠？え？あ、ちょっと、休ませて、ちょっとめまいがしてきた。はーい。
ああ、びっくりした、マジで。はい。ということでね、あのね、びっくり展開、めっちゃあったね。なんか、最後のね、たくみくん、キムタクの方ね、キムタクの方が、まさかの姿を現すっていうね。おい、クジョーちゃんと、クジョーちゃんと、お似合いだな、お前ら、本当に。いや、マジで？あ、そういうこと？そういうことだったんだね。うん。いや、告白は早くした方がいいってことがね、よくわかった。うわ、マジで？あ、マジか。あ、ちょっとね、途中からね、話の展開がね、ちょっとよくわかってなくて、わかんなかったんだけど、あ、そういう、あ、そういうことだったんだ。うわ、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 うわ。いや、よかったね、キムタク。キムタクよかったね、成功して。春休み中に告白したんだね。よかった、よかった。成功したんだ。いや、よかった、よかった、本当に。ちょっとめまいがする。すごい、叫びすぎて、酸欠。ああ、まあね、皆さんもね、学生の人がね、YouTube のね、なんていうの、グラフでね、若い人が多いっていうのがね、分かってるんでね、ね、若い人多いと思うんだけど、うん、告白した方がいいですよ、皆さん。本当に、早く告白して、ね、思いを伝えた方が、まあ、失敗してもね、絶対ね、まあね、次に繋がると思うんでね、絶対告白は、はい、思いは伝えた方がいいと思います。はい、ということでね、今日の実況は、これで終わりたいと思います。さよなら。